どうも、陣内智則です。今回のネタは自動販売機ということで、これは新ネタです。去年の年末のね、エンタの神様で作ったんですけど、まあなかなか評判もよく、見たいっていう声がすごくあったんで、ネタ陣のためにですね、また撮り直しましたんで、皆さん新ネタ自動販売機ご覧ください。どうぞ。じゃんけん負けたからみんなのコーヒー買わなあかんねんな。いや結構頼まれたな。これ全部買わなあかんのか。あ、ここか。あ、これ最近の自動販売機で液晶画面ついてんねや。あ、なんかこれ買って待ってる間なんか流れるらしいな。あ、いっぱいあるから買ってみよう。ここでまずはホットコーヒーね、300円。まあまあするな、300円。よし、これと。あ、こんなん流れんねや。あ、なるほどね。コーヒーをこう作ってる様子を映像で。わ、なんか美味しそうやな、これ見てたら。あ、なるほど、これは見てられるな。へえ、うわ、なんかより美味しさが増すな、これ。コーヒーが、コーヒーができました。うわ、あっという間やった。あ、全然待つ時間も楽しい、これ。あ、こんな映像流れるんだ。うわ、嬉しい。できてるホットコーヒー。わ、これ楽しいな。全然見てられるな。次、あ、もう一回ホットコーヒーね。よし、300円でしっと。へえ、綺麗な喫茶店やな、これ。あ、この人がマスターか。あ、なんか美味しいコーヒー入れてくれそうやな。いや、マスター長いな。いや、アップ寄らんでええわ、マスター。いや、コーヒー見せてくれ。これボールが足元に転がってきて、いや、マスターのプライベートどうでもええわ。何ブランク乗っとんねん。ほんで、いや、コーヒー見せろ。カラオケ行ってるやないか、マスター。いや、いや、コーヒー見して。これ何、コーヒーができました。いや、長、めっちゃ長感じたな、今回。いや、ほぼマスターのオフショット映像やん、これ。誰が見たいねん、こんなん。いや、コーヒー作ってるとこ見たかったな。いや、まあ、か、できてるな。いや、って、そのマスターメインでせんでええねん。なんでマスターメインで作ったんや、映像。さあ、次、ドリップコーヒーね。よし、これか。よし、ここやな、ドリップコーヒーと。あら、えらいムーディーやな、ドリップコーヒー。え？ん？いや、マスター、シャワー入ってる。いらんわ、こんなシーン。シャワーシーン、誰が見たいねん、これ。いや、マスターの、ええねん。なんでシャワー入ってるシーンを見なあかんねん、俺。どうすんねん、人に見られたら恥ずかしいわ、これ。いや、コーヒーの、いや、マスターを閉め忘れてるから、お前、雫がポタポタと落ちて、それがコーヒーの上にドリップのように。コーヒーができました。いや、飲みにくいわ、こんなん。飲むか、こんなドリップコーヒー。いや、気持ち悪い。なんかマスターのなんか汗とかのエキスがこのコーヒーに入ってる感じがして嫌やわ、これ。いや、ええか、俺飲むわけじゃないし。いや、なんであんな映像使ったんや。できてる。いや、気持ち悪かったな、今。もうやめてよ、そんな。他何？こだわりコーヒーか。こだわりコーヒーね。よし、こだわりコーヒーと、これか。あれ？映像変わってる。え？あー、なるほど。ブラジルまで飛んで。あ、豆をこう選別してるんや。あ、こだわってるな、これ。あ、違うと。あ、マスター、なるほどな。こんなんじゃうちのコーヒー作れへんと。あ、これは確かにな、すごい美味しさがまた倍増するよな。コーヒーができませんでした。いや、できへんかったんかい。いや、できませんでしたって何。いや、できてない、ほんまに。いや、お金返して、ほんなら。いや、ぼったくりやないか、これ。こだわりすぎやろ。いや、お金返してよ。最悪やな、こだわりコーヒー。あのマスターぼったくりやな。言っててけえへん、ほんまに。あかん、しゃあないな。何やったんや、こだわりコーヒー。めっちゃこだわったな。次、タピオカミルクティー。あ、こんなん売ってんや。あ、ここか。よいしょ。なにこれ、かわいい。あれ、牛さん来たよ。あ、牛さんが牛乳入れてこうミルクティー作ってるんや。かわいいな、これ。めっちゃタピオカミルクティーかわいい。あれ、ウサギさん来た。ぴょん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 、ウサギさんやってきた。いや、汚いな。うんこすな、汚いな、お前。
タピオカミルクティーができました。いや飲めるかこんな、うんこやないかこれ。いやタピオカをうんこみたいにすな、うんこやこれ。いや汚っ。いやなんじゃこの映像、可愛い思ったらできてる。いやうんこやん、もううんこにしか見えへんわこれ。いやもうええか、ほんまタピオカかこれ、うんこちゃん。まあええか、俺飲むんちゃうし。何やったんや、なんであんな映像すんねや。で次が粗挽きコーヒーね、粗挽きコーヒー、これか、ちょっとあれ、これ違う。ねえパパ知ってる、うん、コーヒー豆は豆じゃなく真っ赤な果実の種なんだ。コーヒーの木には白くて可愛い花が咲くんだよ。さすが豆男は豆知識を知ってるな。豆知識ね。枝豆が大きくなると大豆になって、大豆が大きくなったらもやしになるんだよ。勉強なる。豆男は豆知識を豆に調べてるな。あ、こういうのええな。パパ、小さい豆って書いてなんて読むかわかる？小豆だろ。あら違うよパパ、小豆だよ。小豆って読む。どうしたのパパ、鳩が豆鉄砲を食らったような顔して。これからコーヒーを作ります。いやまだ作ってへんかったんかい。まだ作ってへんのかい。何やってんこれ、何の時間今。長々と作ってると思ってたわ、てっきり。作ってへんのかいな。いや暇ちゃうねん、早く作れよお前。コーヒーができました。いや飲みにくいな、飲みにくいストーリーやな。なんで豆男とパパ豆が生き別れるストーリーになってんの。ここ飲みにく、大丈夫かな、心配になるわ豆男とパパ豆が。いやもうできてるからめえか、いろんなパターンあんねんなここ。いやすごいわ、こんなパターンあんのか。あ次最後か、あこれで帰れるわ。あ最後ね、ホットコーヒーね。よしホットコーヒーここか、300円。よし、あホットコーヒーはこの映像なんや。ん誰か来た。んえ、いやマスターめっちゃびっくりしてる。いやゾンビ来た。え、ゾンビ入ってきたよ。コーヒーができました。いや気になるわ、気になるわこの後。いやゾンビ入ってきたもんだって、気になる。いやコーヒーできてる。お、なんやこの映像。いやゾンビどうなんの。いやこのまま帰られへんな俺、あかん。いやゾンビ入ってきたもんな、どうなんやろ。マスター大丈夫かな、あかん、もう自腹で買おう。自腹でホットコーヒーでゾンビの続き見よう。よし300円入れて、よし。なんやねんこれ、ゾンビの続き見せろ。なんや、何をダンス、お前よう見た、20の縄跳びダンスしとるやないか。軽快なダンスええねん、マミオとパパマミオの。いやゾンビの続き見せろ、何してんねんこれ。コーヒーができました。うお、何やったんこれは、ハズレ回やな、めちゃめちゃハズレの回引いてもうた。ゾンビの続き見たいねん。いや最悪や、できてるコーヒー。いやちょっと待って、コーヒー飲みたいんちゃうねん俺、ゾンビの続きみたいねん。いやハズレの回引いたな、絶対嫌やわあんな回。ちょっと待って、これもう次最後やぞ、お金ないぞ。最後頼むよ、ゾンビの続きみたいね。300円入れて、よし来い。あ来た、よし。さあコーヒー入れて、ほんでそうゾンビ来た、ここやねん。そマスターがびっくりする。さあゾンビ来た、うわーどうなるこれ、ゾンビ来たよ。ほそマスターがほら、これマスター襲われるよ、大丈夫かマスター。あーこ、いやこれええねん、お前らええねん、もうダンス二重線でええねん。わ来た、どうなんのこれ、うん、いや面接してるやん、面接してる。何これ、ゾンビがエプロン巻いて。従業員ができました。いやコーヒー作れ、